はい、お疲れ様でございます。鍋でございます。本日の一杯ね、こちらでございます。グリコの、カフェオレ、冬のカフェモカです。これはどうだろう、もう結構前から出てたのかな。今年入ってもう出てたのかな、ちょっとわかりませんけどね。私は先週ぐらいからちょっとちらほら見かけて、ああやろうかなと思ってね、いましたけども、はい。撮影日はいつなんだって話だよね。1月17日、ラジコン作ってまーす。はい。それでね、まあ、カフェオレね、もうおなじみのカフェオレですけどもね、随分こう大人っぽいパッケージになりましたけど、ちょっとね、いいことあるんで書いて、読んでみましょう。冬のカフェモカ期間限定、今だけの味わい、たっぷり満足 555ml。マイルドカフェオレ冬のカフェモカは、心地よいコーヒーミルク、コーヒーミルク甘さのバランスはそのままに、大人も満足できるようよりコク豊かに仕上げた、マイルドカフェオレですと、カフェメニュー等でも人気のカフェモカが、マイルドカフェオレと出会い、ココアの苦味とほろ苦い香り、まろやかなミルク感が楽しめる、そんな味わいになりましたということでね。すいません、ちょっとなんか文章おかしくてね、まあ、ちょっと苦味が混じったってことでね、まあ、いただきましょう。全然別物だ、全然別物。いやー、ちょっとこれ全然違うね、これね。ちょっと動かそうか。いやー、これね、味全然違いますよ。カフェオレじゃないね、これね。だから分かりやすく言っちゃうと、ココアパウダー入ったって感じね。いやいつものカフェオレの気になって飲んでたら全く違うっすわ。だからあっちの味がすごく好きって人はこれ飲めないかもしれない。いやでも美味しいですよ、美味しいですよ、これ。うまい。たっぷりだね。やっぱね、500ミリはね。これロングドライブには最高なんですよね。はい、ということで、本日は、グリコのマイルドカフェ、これグリコだよね、これね。おー、びっくりしょー。グリコ、あ、ここにグリコ書いてあったね。ちょっとグリコって書いてなかったから、もしかしてグリコやめたのかと思っちゃった。はい、グリコの、マイルドカフェオレ冬のカフェモカ、ご紹介しました。RC 動画ね、まだ、ボリューム1という形ではまだね、完全に組み立ててる動画をね、出せてないんですけど、どうもすいません。とりあえずね、ボリューム1にしようと思っている部分は撮ってあるんですよ。撮ってあるんですけどね。0.5 でちょっと話したんですけど、ニッパーがなくてね。で、いつもね、こう、ちょっと日曜大工じゃないですけども、やるときに使う工具箱があるんですけど、まあ、その中入ってるやいなんて思って、ガサガサしてたけど、結局なくてね。だからあれですよ。しょっぱな組み立ての動画はあれですよ。手でこうやって、なんていうの、こう折り曲げながら、ちぎってね、作ってますけど。いやー、びっくりしましたね。慌てて、だから本当ちょっとね、実際の、撮影はもうちょっと行こうかなと思ったんですよ。その、作ってる時に、すごく楽しかったんで。なんですけど、もう、ちょっと道具がないんで、まず切るものからしてないんで、こらしくじったと思ってね、本当に最低限のとこだけやってやめて、で、道具はね、買ったんですけどもね、100円ショップ行ってね、買ってきました。さて、ね、今日さっきも言った通り17日なんでね、週末なんで、ちょっと編集して日曜日ぐらいにアップロードできるかななんてね、思ってますけどもね。はい、おそらく日曜日アップロードできるんじゃないかなと思いますんで、RC か、スーパーファイター GR、作ってみたボリューム1、ぜひともご覧いただきたいと思います。
以上です。